この器はグイド・デ・ジャン、イタリア人が、制作したものになります。そこにはサインが入っています。ちょうどこの高台のところで色が、分かれているわけなんですけれども、上から見るとこのような形で、非常に綺麗なフォルムをしています。グイド・デ・ジャンは、近年僕が非常に好きな、作家さんの一人で、特に、これを買ったのは、形が綺麗なことと色がとっても良かったので、手に思わず買ってしまったっていうものになります。現在のところ、販売をする予定は、ないんですけれども、近年だったらイレイさんであったり、取り扱われていますので、ご興味があればぜひネットで調べたりされるといいのかなっていうふうに思います。